シナノは日本海軍の航空母艦。艦名は旧国名のシナノ国から取られた第二次世界大戦の最大航空母艦だった。軍艦シナノは日本海軍が建造した航空母艦。マル4計画に基づき横須賀海軍交渉で1940年5月に寄港した大和型戦艦3番艦をミッドウェー海戦以降の戦局の変化に伴い、 戦艦から航空母艦に設計変更したものである。1944年11月19日、航空母艦として巡航。11月28日、空襲を避けるため未完成のまま横須賀から暮れ、開港される。第17駆逐隊に護衛されて航行中の11月29日午前3時20分、ナノは紀伊半島潮の岬沖合で、米潜水艦。 アーチャーフィッシュの魚雷攻撃を受ける。魚雷4本が命中、浸水が止まらず、午前10時50分頃に転覆して、沈没した。浸航から沈没まで、艦命はわずか10日間であった。ヤマト型戦艦第一次世界大戦後締結された、ワシントン海軍軍縮条約及び、ロンドン海軍軍縮条約で、海軍力を制限された日本海軍は、国力、 経済力で圧倒的優位に立つアメリカに対資料を質で量駕するという発想から46センチメートル砲を搭載した大和型戦艦を計画する。条約明けの1937年、第1号艦大和、第2号艦武蔵、第5号艦日清等は第70海帝国議会に提出された第三次海軍軍備補充計画により予算が承認され、 建造が始まった。翌年、日本海軍は、第四次海軍軍備充実計画を立ち上げ、慣例30年が経過した混合型戦艦3番艦、春名4番艦霧島の大艦として、大和型戦艦建造番号第110号艦、第111号艦、計2隻の建造を決定した。この2隻は、先に建造された第1号艦、第2号艦の不具合を改善し、 より完成度の高い戦艦となるはずだった。第110号艦を建造した横須賀海軍施設6号ドック。第110号艦は横須賀海軍交渉に第6戦況を新造し、そこで建造されることが決まった。大和型戦艦の排水量は7万トンを超える。このクラスの超大型艦が合計4隻も建造される予定に対して、 将来的に発生するであろう修理、改造工事に使用可能なのが呉にある一つの選挙だけでは順番待ちなどの恐れが生じることや、横須賀を呉に並ぶ海軍の重要拠点としたいという意向があったため、島遺憾の武蔵のように仙台での建造を選ばず、大和型戦艦用の第六戦挙を新たに作ることになった。当時の横須賀最大のドックは、長戸型戦艦二番艦。 道の区が建造中に入居した第五選挙だった。2年3ヶ月の期間と約1700万円の費用をかけて全長336メートル、全幅62メートル、深さ18メートルのドックが完成した。この時に排出した土砂は隣接していた海軍法術学校の海岸埋め立てに使用され、広いグラウンドとなった。 第2福音局がまとめた資料では、110号館の寄港日は1940年4月7日となっている。5月4日、ドックの完成と同時に、第110号館の寄港式が行われる。第110号館自体の予算は、約1億4770万円で、国会議事堂が6つ建設できる計算となる。この時のお払いも、機密保持を考慮し、外部から、 本職の官主を呼ぶのではなく、交渉の関係者の中から官主の資格を持っていた足場組長の大須賀質疑が選ばれ、大役が任された。大和武蔵が予算計上時は1号勘、2号勘と呼ばれていたことから本勘にも3号勘の俗称があった。また行員たちの間では第110号勘を略して110と呼ばれていた。 第115艦は1943年10月、浸水、1944年4月手法を積み込み、1945年3月末の完成を目指し工事が進められていた。だが、艦艇防御の計画変更などにより、建造工程は遅れ気味であった。建造中、アメリカとの改戦が決定的となった。1941年11月、 戦艦を含めた艦艇建造計画の見直しが行われ、潜水艦と航空機の生産優先が決定し、大型艦の建造が中止となる。第111号艦は、ミッドウェー海戦後に正式に建造中止となり即時、解体。後日、資材や艦隊の一部は、伊勢型戦艦2隻の航空戦艦か、ドイツ客船、シャルンホルストの空母改造工事に利用された。 鋼鉄の内製造済みのものは横須賀に運ばれ、110号館にも利用されたという。改戦時の第110号館は、船体工事は前後部が弾薬小床部分まで、中央部は下関板付近まで、全体としては下部構造の工事進行中だったという。そこで、本館は船艦としての工事を中止し、不要出居せさるに必要な工事のみを進め、 なるべく速やかに出居せしむべしとして船体のみを建造し、ドックを中型空母建造や損傷艦修理のために開けるよう命じられる。1942年10月の船体完成を目指すが、建造資材を損傷艦に回されたり、工員の士気も下がるなどして工事は停滞状態となった。連合艦対三傍長。 うがきまとい少将の陣中日誌戦争録には4月23日に杉浦軍令部第3課長と上重徳軍令部一課部員が連合艦隊司令部を訪れ戦艦建造を第3号艦までとしその余力を空母建造に集中する岡とすとしたほか長江順の建造を見送り潜水艦と航空機の増産などが話し合われたと記されている 空母化1942年春、アメリカが両洋艦大砲により大型航空母艦多数を建造しているという情報を得た日本軍は、改め丸五計画で、改め大砲型航空母艦や、改め飛流型航空母艦など、空母の保有数を増やすことを検討していた。4月18日、空母砲ネットから発信した B-25 爆撃機16機が日本を空襲した。 横須賀にも一機が飛来し、第110号艦の近くで空母に改造中だった潜水母艦をクジラに爆弾一発が命中した。第110号艦に被害はなく、またアメリカ軍機にも発見されなかった。この同リットル空襲は6月上旬に実施予定であったミッドウェイ作戦にも影響を与えたが、作戦中に発生したミッドウェイ海戦で日本軍は 主力空母4隻を失った。日本海軍は空母機動部隊を再建すべく、戦時急増空母の急増を計画、6月30日に海軍大臣の即時決裁を受け建造を決定、開始する。その一環として、横須賀第6ドックから第115艦をどかし、中型空母、飛竜を回収した運流型航空母艦2隻を同時建造する意向を示した。 しかし2年をかけて、船体進行率70%という状態まで、形状ができていた第115艦の解体は、それだけでも大事業となり、横須賀交渉の現場からは、気上の空論とみなされている。だが、大和型船艦の象徴でもある46センチメートル砲を、呉工交渉から横須賀交渉へ運搬するために必要な、専用輸送船、菓子の学月4日に、 米潜水艦、グロウラーに撃沈され、第110号艦を大和型船艦として建造することも難しくなっていた。仮に、第110号艦を大和型船艦として完成させる場合、46センチメートル主砲塔を細かく分解して、特務艦、知れとこで移送するか、第110号艦を横須賀からクレに開港して、主砲塔搭載工事を行わねばならなかった。 ここに至り、日本海軍は、大和型戦艦、第110号艦を航空母艦へ、設計変更し、1944年12月末を、目指し空母として収益させることを決定する。第110号艦は、タービン機械、ボイラー吸気、完全砲の弾火薬庫の床の取り付けが完了し、船体中央は中間パンレベルの隔壁の組み立て中、艦尾は、 玉火薬庫の床が完成して、その上の構造物に取り掛かった状態であった。第115艦の空母改装にあたっては、航空母艦偽装に関しては、完成期を遅延せしめざる範囲において、潜訓に基づく改善事項を実施し、またでき得る限り偽装簡単化に関し研究実行す、と、軍令部、艦製本部の空母急速増産計画には記載されている。 1942年7月16日、軍令部次長が海軍次官に当てた第110号艦主要要目に関する県協議では、排水量や速力のほか以下の項目を記載している。第110号艦の航空母艦への設計変更と改造にあたっては、艦船本部、軍令部、航空本部員の間に基本構想と意見の食い違いがあった。 管制本部長の岩村誠一中将より、本館の空母としての性能は、従来の空母を一辺せしめ、洋上の移動航空基地から占める。すなわち原則として、飛行機格納庫を備えず、従って固有の艦上攻撃機、艦上爆撃機を搭載しない。本館は最前線に進出し、後方の空母より発艦した。飛行機は本館に着艦し、燃料、弾薬、 または魚雷を急速に補給して進発する。しかして巨大な飛行艦艦に十分な交番防御を施し、敵の空襲下にあくまで洋上の基地として任務を達成する。しかし時間防衛上、直駅のみは搭載し、この分の格納庫だけは設けるという案は示された。戦艦としての防御力を持つ戦隊に重防御を施した飛行艦艦を装備して不鎮空母化し、 格納庫も、搭載機も持たないとの意見さえあったとする主張もある。大砲型航空母艦があくまで既存の空母の弱点である飛行艦板の防御という構想から建造されたのに、対し、この初期案ではあくまで洋上の航空基地であることを第一として考えられている。また、ミッドウェイ海戦での航空母艦は被弾損傷に脆弱であるという、戦訓から、 爆弾や魚雷を装備した攻撃機や爆撃機を艦内に搭載しないという発想でもある。しかしこの初期案は軍令部や航空本部側からの反発を招いた。上重徳はアウトレンジ戦法に強く反対し、第110号艦を攻撃用空母とするよう強く主張している。結局、万が一敵からの攻撃をある程度受けても、 戦艦構造や強固な飛行艦板によって停戦能力を失わない。仮に他の空母が攻撃を受けて航空機の母艦としての能力を失っても、それらの空母に所属していた航空機を受け入れることで艦隊としての航空戦闘能力を保持し続け、搭載、運用する直駅に加えて攻撃用の航空機を搭載し、さらに他の空母の航空機用の燃料や爆弾、 魚雷までも用意しておくという大砲型の着装と似たものとなった。全面的に変更された空母用の最終的な設計は、この構想を実現するために、走行飛行艦板と航空機用格納庫に加えて燃料庫や玉火薬庫が拡充されることになった。1942年7月末、空母への設計変更が決定し、1ヶ月で基本計画完了。 9月早々海軍大臣に報告が行われた。管制本部の基本設計が終わったのは11月、横須賀交渉で詳細設計を進め、工事再開は1943年初頭となった。第115艦の建造が再開されたのは1942年9月、竣工は1945年2月末の予定だった。ところが、日本海軍は、 ガダルカナル島をめぐる戦いから多数の艦艇を喪失し、損失艦が続出した。1943年3月25日、島田茂太郎軍令部総長は各交渉に損傷艦の修理を優先し、新造艦は松形駆逐艦及び潜水艦に限定せよと通達。同年8月、第1 1号艦の建造は再度中断されることとなる。 その上、横須賀工廠は運流型航空母艦1番艦、阿賀野型軽巡洋艦2番艦、松型駆逐艦、兵型解剖艦の建造や、偽装工事、水上規模艦地与田を軽空母に改造する、作業、空母昇格修理作業、空母費用修理作業、軽巡洋艦、大淀屋従順、マヤ等各種艦艇の修理整備作業を抱えており、 後員4000人を増員しても手一杯であった。不思議なことに、春光時期は1945年1月と1ヶ月以上早められている。1943年6月24日、昭和天皇は横須賀沖に停泊中の大和型戦艦二番艦、武蔵に行行する。これに先立ち、高松宮信人新王が110号艦を視察している。 1944年6月19日から20日にかけて発生したマリアナ沖海戦において日本海軍は大敗北を起死した。主力空母3隻を一挙に失ったのである。特に第110号艦の原型となった大砲喪失は関係者に衝撃を与えた。その後、進行してくるアメリカ軍に対抗するために110号艦が必要との意見が上がった。 7月1日,日212号をもって、第110号艦は、軍艦シなのと命名され、航空母艦として登録される。同時に、1944年10月15日までに、巡航させよとの命令が下る。また、一度戦闘に参加しうるに必要なる設備のみ、とりあえず完成せしめ、その他は機構の上工事と定められた。海軍造船技術概要によれば、軍令部が、 横須賀海軍校省庁に命じた内容は以下の項目である。居住設備は、士官より、兵員に至るまで、簡素にして最小限のものとする。事務倉庫以外の倉庫設備も極力簡単にする。戦闘時の火災を防ぐため、木材部分を極力少なくする。防毒区画の機密試験を省略する。中間半以上の区画の機密試験を省略する。臓器、 造兵関係工事もできるだけ後回しとする。後期目標、10月5日浸水、10月8日命名式号機経流、10月15日竣工周辺県の造船所から工員を借り受け、海軍工作学校からの応援も受ける。建造予定が遅れているにもかかわらず、大砲喪失を補うためにも、初期の竣工時期より5ヶ月近く短縮された。 熟練校を兵役で取られ、その不足を補うために、民間造船所の校員や海軍後期学校の生徒のみならず、畑違いとも言える、他の学部の生徒を学徒勤労報告体で集め、朝鮮人校員や台湾人校員、女子挺身隊も借り出された。110号の完成が日本を救うこととなる、死なのがなければ、戦争に負ける等の決意が作業を促進したという、指摘もある。 だが、大和型戦艦二番艦武蔵で19ヶ月かかった偽装を3ヶ月で強行した仕上がりには問題があった。海軍省関係の性能審議委員会の参加者であった牧野茂は、品の第1 1号艦の居住区には、調度品が一切なく殺風景で、機密試験は続行中、まるで鉄の艦をけだったと述べている。このように工事の簡略化のため、 軽装や艦内装備は最小限にとどめ、艦内の水密試験も最低限しか行われなかった。その一方で燃料タンク周辺にコンクリートを流し込む作業は行われた。ナノは同海軍交渉で建造された最後の艦艇であり、文字通り視力を尽くして作業が進められた。ナノ艦長の安倍敏夫大佐なのは過労や事故により10名以上の殉職者を出しながら、 軍艦として形を整えた。軍事省航空兵器総局総務局長、大西滝次郎中将は、110号艦を輸送船に改造し、スマトラ島より燃料を運ぶ計画を立てていた。8月15日、日本海軍は、安倍敏夫大佐を、品野偽装委員長に任命する。8月17日、横須賀海軍交渉に、品野偽装委員事務所を設置。 10月1日、安倍偽装委員長は正式にシナノ艦長となる。同日府で第一航空船体が新設される。当時は運流型空母3隻という戦力だった。10月5日、品野偽装委員事務所を撤去。同日午前8時から8時30分頃、ドックに注水を開始。予定では、ドックに半注水し艦を付与。その段階で艦のバランス等を確認。 調整することになっていた。その作業中、注水予定10メートルのところ推定8メートルまで達したところで、突然ドックの扉船が外れ、外洋の海水が流れ込んだ。この海水の本流に乗って艦隊は前後に動き出し、艦を固定する100本以上のワイヤーロープと50本のアサロープが切れた。これにより、艦板上にいた技術士艦等が、 海上に放り出されると同時に、艦首のバルバスバウが、ドックの壁面に何度も繰り返し激突する事態が、生じ、バルバスバウと内部の水中ソナー、プロペラ翼ンが破損した。調査の結果、単純なミスが発覚した。扉船内部のバラストタンクへ、重りとして、海水を注水しなければならないはずが、それを忘れるという人為的ミスであった。バラストタンクへも、 海水を入れなければならないのに、全く注水されていないという人為的ミスという異説もある。作業ミスではあるが、請求すぎる後期短縮が招いた結果とも言える。10月6日、命名式の予定は延期。10月8日に命名式は行われ、昭和天皇の代理として、与内三政海軍大臣が式場に臨席した。皇族の派遣はなかった。命名式では、 安倍艦長が未完成の空母、シナノと発言しようとしたという。ここに、シナノは正式に横須賀守述席と定められた。帰港以来約4年5ヶ月が経過していた。その後は再びドックに戻され、第111号艦の資材を一部使用して修理が行われた。修理は10月23日に終わり、ドックを出て沖合に経由された。だが、 竣工は1ヶ月遅れた11月19日となる。その間、日本海軍最後の大規模艦隊戦である、冷凍沖海戦が起こり、連合艦隊は壊滅状態となる。しかし仮に冷凍沖海戦に参戦できていても、本艦に乗せる航空機はすでになかった。実際、健在だった第4航空戦隊は、搭載機がなく、海戦に投入されなかった。 横須賀で建造された空母運流も同様であり、特攻兵器、大家の輸送船として使用され、潜水艦の来撃で沈没した。第111号艦の資材を流用して、航空戦艦に改造された戦艦2隻も搭載する航空機がなく、通常の戦艦として、冷凍機海戦に参加した。同年11月、シナノは航空公儀で、 各種艦載機乗り着艦実験を行った。戦況の悪化から、東京湾外での実験は危険として、湾内で実施、横浜本木沖から千葉市の沖に向かい、その間に着艦実験をすることになったが、死なのが早いのですぐに千葉沖に達してしまい、何回も往復することになった。11月11日にはレセニア天山環状、攻撃機などの在来機、 11月12日には、横須賀航空隊により極地戦闘機、自然改めを、環状型に改造した、姿勢自然改めにや流星、再運等による初着艦実験が実施され、いずれも成功を収めている。ただし監督していた、川西航空機の菊原静雄技師は、品の乗組員の技量や動作に、不安の念を覚えている。これが本館で航空機が、 初着艦を行った唯一の事例であった。11月15日、滋賀年尾少佐は品野飛行長に任命される。快適前1944年11月19日、講主運転を経て、性能審議委員会の承認を受け、海軍に引き渡される。第一航空戦隊に編入。この時点で、胴体は空母6隻となった。十一月十四日、 連合艦隊司令長官、豊田祖江武大将は GF 伝令555にて、シナの及び第17駆逐隊は、シナの艦長これを指揮し横須賀発、木々、内海西部に開港すべしと命じた。残された偽装や、兵装搭載の実施と、横須賀地区の空襲から逃れるための暮れ、海軍交渉開港を意味していた。これは、横須賀海軍交渉の上空を、 深いマイナス13が飛行しており、近日中に空襲があることが予測されていたことも関係している。しかし、午後、同じように空襲されることは予想できたのに、防御の未完成な状態で開港させたのは疑問がある。アメリカ軍が撮影した航空写真にもシナノの姿が映っていた。ただし、アメリカ軍は大和の推測データや武蔵の沈没情報は持っていても、 シナノについて把握していなかった。本館の暮れ海港を後押しした原因はもう一つ存在した。徴用港の多様による横須賀交渉の技術力低下を懸念した日本海軍は呉海軍交渉で偽装工事を行うことを検討していた。海軍の打診に対し大和型戦艦の造船就任である西島領事海軍技術大佐はシナノの残工事は引き受けると 意欲的だったため、海軍は、誤開項を決定したという。後に、西島大佐は、自らの発言を公開する念を述べている。この時点においても、品の内部では建造工事が続けられており、広角法、噴射法、機銃はほとんど搭載されていなかった。機関も12機ある、艦のうち8機しか完成しておらず、最大8機速力も20から21。 ノット程度という状態であった。便乗した降員数は、品野通信長によれば、約1000名である。呉海軍交渉へ開港に際して航空機は搭載されず、品野飛行長、トシオ少佐も横須賀で待機することになった。しかし、艦板士官の沢本治虫によれば、艦上爆撃機を3機搭載しており、呉で最後の偽装を終えた後は、 王家を台湾へ輸送する予定だったという。この他に、王家を50機、貨物として搭載していたという説や、信用数隻を搭載したという説もある。これについて、シナノの出撃が特攻にならなければいいがという冗談が出たとする、証言もある。シナノを護衛する駆逐艦は、第17駆逐隊のカゲロウ型駆逐艦3隻、磯風、摂風だったが、 すでに海軍艦艇の水中捜索能力より、アメリカ軍潜水艦の静寂能力が上回る状態であった。また、0ーテ沖海戦以来まとまった上陸や休養もなく、艦上院の疲労や連動不足により、見張りも完全とは言えなかった。艦自体も、2隻は0ーテ沖海戦の損傷で、水中探査機が使えず、特に浜風は海戦で被弾し、 28ノット以上を出せない状態だった。さらに、第17駆逐隊は、早1号作戦から日本への帰還時に護衛していた、戦艦混合及び同駆逐隊、司令駆逐艦裏風を米潜水艦、シーライオンの来撃で沈められ、第17駆逐隊司令、谷井と大佐も裏風を陳時に戦死、駆逐隊も司令不在という状況だった。 11月25日午後2時過ぎ、第17駆逐隊は、戦艦長戸を護衛して、横須賀に到着。品野乗組員は、飛行甲板に出て、長戸隊を出迎えた。この後の品野側と、第17駆逐隊の打ち合わせでは、航路をめぐって、議論となった。第17駆逐隊側は、潜水艦の待ち伏せを警戒して、日本軍哨戒機の応援を受けられる昼間。 沿岸移動を主張したが、安倍艦長は夜間の21ノット航行で敵潜水艦を回避できると提案を却下している。これは軍令部から対戦哨戒機を出せないという通達があり、ナノ自身1機の航空機も搭載していないという事情もあった。また、安倍艦長は潜水艦の脅威よりも日本近海で活動中のアメリカ軍機動部隊に、 襲撃されることを恐れたという見解もある。当時、品野市警庁であったナルト少佐の回想によると、品野の航路を決定する会議の中、夜間、外洋公開ルートを取る策に対して、公開庁兼人の中村副長、護衛の駆逐艦長たちは口々にことを唱え、特に摂風の寺内艦長が最も強硬に反対したという。議論の結果、 シナの部隊は夜明け前に出港海洋航海の進路を取った。1万1アメリカ軍潜水艦が出現しても満月に近い月のため発見しやすいことを考慮していた。大谷厚氏によれば、シナの出港直前に連合艦隊から海上護衛総司令部に電話連絡があり、海上護衛隊にも一応の協力を求めたが、洋上沖合では海上護衛部隊でも協力できず、大井は、 沿岸ルートもしくは昼間航行をするよう進めたが、覆らなかったという。戦闘シナノを撃沈したアーチャーフィッシュシナノの魚雷が命中した箇所と浸水区域。命中した箇所と浸水区域。赤は即時、朱色は徐々に浸水した区域。黄色は傾斜復旧のために注水した反対側のボイラー室11月28日午後1時30分。シナノ隊は、 横須賀を出港した。艦隊の配置は、戦闘は第17駆逐隊司令駆逐艦浜風、中央に品野、品野右舷に、摂風、左舷に、磯風、あるいは戦闘磯風、右浜風、左摂風であった。長戸では乗組員が艦板に整列し帽子を振って見送り、シナノ川もそれに応えた。四隻は金川湾で時間調整した後、 午後6時30分に外洋へ出た。品野館内では機械室やガソリンタンク周辺で工事が続けられており、期間未完成のため最大発揮速力は20ノット前後であった。同日午後7時、磯風は敵潜水艦の電波を捉え警戒を強める。同様に品野側も探知し、安倍館長は乗組員に警戒するよう通達を出した。午後9時頃、 電波探知機で右後方に追尾する船舶を発見し、安倍艦長はシナノウルゲンにいた駆逐艦に偵察を命じた。調査に向かった駆逐艦は味方式別に大勢ざるも還元高く漁船と思われると報告。シナノ艦艦士官の沢本中尉は怪しい影はアメリカ海軍のバラオ級潜水艦アーチャーフィッシュではなかったかと回想している。戦後、 沢本と同様の見解を持つ作家もおり、作家の豊田城は戦後、アーチャーフィッシュの館長、ジョセフ海エンライト少佐に詳しく取材したことを根拠にしている。一方、エンライト館長の著書では、この時、アーチャーフィッシュはシナノの進路後方ではなく、前方を占いくらいしていたと証言している。それによれば、アーチャーフィッシュは接近するシナノを右玄関手方向に、 発見。さらに、シナの監視側、アーチャンフィッシュにより近い側に護衛艦一石を確認した。エンライト艦長は、追跡班に前方より追跡を開始せよと命じて、アーチャンフィッシュを転打させると、完備方向にシナノを確認し、同一進路を前進しながら、監視を続けたとある。エンライト艦長は、シナノ右舷側を進む駆逐艦が名前を離れ、 調査に向かってきたのも、識別信号を発信したのも確認していないという。午後10時、艦隊の先頭にいた浜風は、前方6000メートルに並走するマスト2本の水上目標を発見する。同艦は増速すると、距離3000メートルまで接近して、照準を定めたが、シナノは、引き返せと命じた。これは、護衛艦は、敵潜水艦を深追いして、 直江えに隙間を開けないという事前の取り決めによるものだった。午後10時45分、シナノは右舷前,前方に浮上した潜水艦を発見し、追加信号を送った。アーチャーフィッシュもシナノのマストに10秒の20秒の10秒という赤色発光信号を確認し、護衛駆逐艦の攻撃を予想して乗員が不安を感じたとしている。浜風、雪風は、 攻撃体制をとったが、安倍艦長は所在の暴露を恐れて発砲を許可しなかった。このゴロシナの艦内では乗組員にシルコが配られていたという。上艦艦、艦中央部にあった通信室では通信課の菓子官兵たちがオーストラリアのメルボルンから発信される日本語の対日プロパガンダ放送を聞いて楽しんでいたとする主張もある。 11月29日午前0時30分、演習灘に差し掛かった頃、艦隊はペリスコープらしきものを備えた影を発見し、この時、摂風は最も近くにいた浜風が影を確認しに行ったと思ったが、浜風と磯風の艦長は、摂風に影を確認してもらうことに決め、その旨を磯風より通信したが、摂風側は受信していない。この混乱について、 第17駆逐隊司令と司令駆逐艦の裏風を台湾沖で喪失した影響であり、正式な司令が着任していれば防げたという意見もある。この影は、シナノでも見張り員が発見していたが、多数が望遠鏡を見た結果、雲であると判断し、そのまま南進を続けた。シナノ通信長の荒木伊佐夫中佐は、右辺に敵潜水艦らしきものを発見して、 左制動を行い、その後も、大潜水艦回避行動を行ったと回想している。品野艦長伝令の梅田光一水平長の記録によれば、十一月二十九日午前二時四十五分、右三十度距離七0に、敵潜水艦らしきもの発見、右玄駆逐艦と、更新、三時五分に敵船を見失うとあり、アーチャーフィッシュ側も、零三零五百度に変身。 先行。潜望橋の空母、距離6400メートル、護衛艦は点滅発光信号受信のため空母に接近と記録している。浜名湖の南100マイル沖で待機していたアーチャーフィッシュは、不時着した B-29 乗員の救援任務を切り上げ、商船を襲うべく、東京湾へ向かった。11月28日午後8時30分、レーダーの修理が完了。 午後8時48分、エンライト艦長は、島が動いているというレーダー士官の報告をもとに、シナロを発見した。発見当初、アーチャーフィッシュでは、シナの甲板上に飛行機の姿を確認できなかったことなどから、艦首を特定しかねており、タンカーだと考えていた。しかし非常に大型の船であったことから、攻撃のために追尾することを決める。 アーチャーフィッシュは浮上すると、最大全速19ノットで追跡を開始した。浮上構想のうち、アーチャーフィッシュは、目標が、費用型航空母艦や大砲型航空母艦とは、異なる新型大型空母であることを確信する。これは、シナノ艦視の形状を観察し、大砲型にはない解放格納庫を確認したためで、ある。午後10時45分。 アーチャーフィッシュは彼らに向けて一隻の駆逐艦が距離3000メートルまで突進してくるのを発見し、先行退避する寸前まで追い詰められた。だが、シナノのマストに赤色信号が見えると駆逐艦は引き返したため、アーチャーフィッシュはなを逃れた。アーチャーフィッシュのエンライト艦長の手記では、これを急風としているが、前述のように浜風の可能性が高い。 午後11時30分、エンライト艦長は目標を補足できない可能性を考慮し、遊軍潜水艦の応援を案に求め、最高司令部宛てに以下の無電を発信する。アーチャーフィッシュより、太平洋艦隊総司令部、太平洋方面潜水艦隊司令部並びに、日本領海のすべての潜水艦宛て、 我大型空母を追跡中、護衛駆逐艦3隻あり、一北位32度30分、統計137度45分、速力20ノット。シナノに傍受される危険を犯した無線に対するアメリカ、潜水艦隊司令部の変電は、追跡を続けよ、ジョー、成功を祈る。ニミッツ提督司令部からは、相手は大物だ。君のバナナは今ピアノの上にある。逃がすなだった。 遠雷と艦長が期待していた増援の潜水艦は手配されず、結局アーチャーフィッシュは単艦での4隻の追跡を続行した。11月29日午前2時40分には目標の下限8マイルにして追跡中、魚雷発射の射点に売らないくらいシュールや疑問なりと発信した。シナノは全速の20ノットで航行しており、浮上最大発起速力19ノットの アーチャーフィッシュでは追いつけないはずだったが、相手のジグザグ運動のために、極めてゆっくりと追い越すことができるという状態になった。さらに日付変更直前、シナノ機関部で右辺の中間軸受けが加熱したため、速力を18ノットに落としていたという。アーチャーフィッシュもシナノの,の速力低下を確認していた。アーチャーフィッシュ襲撃時点の日本側の護衛陣形には、諸説あり、 先頭に、節風、中央に品の、右に浜風、左に、磯風という浜風水雷調節や、磯風が先頭、右に浜風、左に、節風という節風法術調節、浜風が先頭、右に節風、左に、磯風という節風水雷調節がある。この混乱はこれ時運動をする関係で時刻によって、駆逐艦の位置が常に変化しているためであり、 概要では、おおむね 17× 司令駆逐艦の浜風が戦闘を航行していたという。11月29日午前3時13分、浜名湖南方沖 176km にて、アーチャーフィッシュは魚雷6本を発射した。日本側は、アーチャーフィッシュの存在には気づいており、午前3時5分には、シナノが第17駆逐隊に潜水艦警報を発し、胴体も、 潜水艦と思われる電波を傍受したが、位置の特定はできていなかった。先行状態、1400ヤードの距離から発射された魚雷は、超低深度水面下10フィートで6本。3本ずつ角度をずらせる150%射砲にて発射された。これは、最初の3本の箱に次の魚雷が飛び込むことを期待したと、エンライト艦長は、手記に記載している。また魚雷は、 重量物が水線よりも上に集中している。不安定な空母を転覆させるために、命中振動を通常より浅く設定して発射された。午前3時16分マイナス17分、魚雷4本が、シナノウゲンに命中。生存者の証言では2本、アーチャーフィッシュは6本命中を主張。命中振動を浅く設定された魚雷は、シナノウゲン後部のコンクリートが充填されたバルジより、 浅い部分に命中し、ガソリン貯蔵用空タンク、右舷外側機械室、付近、3番釜室即時満水、亀裂で、隣の1番釜室、7番釜室に浸水、空気圧縮機室が被害を受けた。最初の報告では、高ブレーキ機室、機関貨閉院室、中排水式所近辺、第一発電機室などに浸水、右舷6度傾斜というものである。 第3海上護衛隊司令部で被害無線を傍受。命中後、1時13分度傾斜したが、左限注水により右傾斜9度に回復した。シナノは速力を落とさず、傾斜しながら20ノットで現場から退避したため、アーチャーフィッシュは北西に向かうシナノを追撃することはできなかった。随伴駆逐艦から爆雷も投下されたが、アーチャーフィッシュは約15分間。 爆発14回を記録し、脅威にはならなかった。3時30分、シナノは、信号で光なりしたことを告げた。3時45分、アーチャーフィッシュは巨大な爆発音が20分続くのを、超音し、沈没する大型艦艇の爆発だと判断した。6時14分に、潜望鏡を上げ、洋上に何もないことを確認。それから4時間後、大爆発音を超音した。 沈没経過書類上、シナノは軍艦席に入って艦制艦として扱われていたが、実際は建造中の未艦制艦だった。通路にはケーブル類が多数放置されており、防水ハッチを閉められなかった。防水ハッチを閉める訓練すら、軍令部が後期を急がせたため、行ったことがなかった。かろうじて閉めることができた防水ハッチも、隙間から空気が漏れるありさまであった。 さらに大和型戦艦の艦内は複雑で、迷路同然であり、完熟するのに一年でも足りないとされた。そのため、乗艦して数ヶ月程度では、自分の現在位置を把握することすら難しかったと、される。それでも、応急員たちは、中排水指揮所からの指令によって、反対側への注水作業を実行した。少なくとも3000トンの注水実行が報告され、 傾斜は若干回復した。しかし、注水海平弁が故障したため、それ以上の注水は不可能となる。品の綿立ちに、潮の岬方面に向かったが、浸水は止まらず、次第に傾斜が増大し、速力も低下する。沢本中尉によれば、13度に傾斜した時点で、主ボイラーを止めてしまったため、電気や蒸気が使えなくなり、やむを得ず手動ポンプで、 排水作業を実施した。戦闘商法では、午前5時30分、速力11ノットと記録している。機関貨幣の改装では、午前5時ごろに、右玄タービンが停止したという。午前5から6時、複水機が使用できなくなり、ボイラー給水用の真水が欠乏したため、午前8時前には、洋上で完全に停止するに至った。会場後衛装司令部では、シナのりを受けて、 大阪警備府や各地公安部に引き船の手配を始めたが、関西地方から品の飛来地点まで180回りもあり、すぐに到着できる状況ではなかった。品野は随伴二隻に対し、傾斜のため運転不能と発信、栄光を命じた。海水を使用して、ボイラーを焚くことも検討されたが、一度海水を使うと補修に多大な手間と時間がかかるため、見送られた。 完全部にある予備まみずタンクはパイプが切断されており役に立たなかった。安倍艦長は交渉関係者を飛行艦板に上げるよう命じたが交渉関係者飛行艦板の命令が伝令により総員飛行艦板と誤って伝わり混乱を招いた。一方、この命令5人のため艦艇にいた応急作業員や 機関火兵が脱出できたという一面もある。機関火分隊長の三浦治は、機関火への退避命令は、左限釜室への注水と傾斜復元も意図していたと、見られると語っている。午前7時45分、シナノは、駆逐艦二隻に、栄光のため接近せよとの手端信号を送った。浜風は、磯風と浜風で栄光すると通信。 安倍艦長自らシナノの艦首で作業を監督したが、駆逐艦2隻では浸水して沈下した巨艦を栄光することができず、栄光策が切れてしまった。そこで、駆逐艦の後部広格砲塔に栄光策をぐるぐる巻きにして、再度栄光を試みたが、過重に耐えれずまた切断してしまい、栄光は断念されるに至った。第17駆逐隊戦闘商法によれば、磯風と浜風が、 栄光策を渡したがちぎれてしまったという。一方、摂風歌手館の豊田義雄によれば、この記述は全くの作り話であり、浜風、磯風がシナの両元に雪言しこれを支え、摂風が一石で栄光するという無謀な作戦であり、栄光策を受け渡しする前に作業は放棄されたという。ただし、豊田はどの式系統の命令であったか、 また命令の詳細についても明確な記憶はないという。元上院は、シナノに繋いだワイヤーが切れた際、勢いで空高く、ワイヤーが舞い上がり、それが落ちてきた拍子に駆逐艦の上院に当たり、首が切断する瞬間を目撃したと証言している。午前8時の時点で上艦パンが波で現れており、乗組員は格納庫艦パンの排水に駆り出された。午前8時30分。 中排水式所まで水没し、稲田文雄隊以来9名が水死した。中排水式所の全滅と栄光作業が失敗したことで、喪失は確定した。9時32分、ご神栄をカッターに移し、まだロープで結ばれていた浜風に移そうとしたが、悪天候のためカッターは、品のウゲンバルジに乗り上げて転覆した。10時25分、傾斜35度に達し、軍艦機降下。 10時27分、総員退去用意。10時37分、総員退去令。この時の官長命令は、各自自由に行動せよだったという幹部士官の証言がある。荒木伊佐や安間高政によれば、安倍官長は退官命令を出すことを春順しており、横手勝美が、官長、総員退官はまだですかと強く進言したため、安倍官長は、 大艦を発令したという。10時57分、潮の岬沖南東4 8トルの地点で、転覆、完備から沈没した。シナノの艦歴は、世界の海軍史上最も短いものとなった。巡航から10日、出港してからはわずか17時間であった。開来時点での戦死者数名、負傷者は同程度だったにもかかわらず、総員退去の命令が、 艦内放送装置が使えず巨大な艦内に伝わらなかったり、エレベーター穴や艦隊と飛行甲板の隙間に落ちたり、低温の海での漂流と強い波浪により、多数の乗組員が行方不明となった。沈没する艦隊に、多数の兵がしがみついていたのも目撃されている。安倍艦長は、艦首で総員退去命令を出した後、ナノと運命を共にした。中村香織や、 総員体感を進言した横手法術長も、シナノと共に沈んだ。急な召集により訓練が十分でない乗員が多かったために、泳げない者も,も多く、海に投げ出されて溺死したり、泳げる者にしがみつく者も,もいたという。一方、爆薬や燃料を搭載していない王家が海面に浮かび、 多くの乗組員が隠っている光景が救助、作業中の浜風から目撃されたという証言もある。戦後、武田が大家開発者の一人にあって大家が人命救助に役立ったことを話すと、技術者は複雑な表情を浮かべたという。生存者は、巡視艦以上55名、歌詞完兵993名、後員32名。戦死者は、 シナノ会の調査によると七百九十一名。これには建造中の百十0号館から逃亡した後、行方不明となった脱走兵二名も含まれている。生存者の一人には後に映画やテレビで活躍した俳優の不快勝気がいる。シナノのご親鋭は浜風に法案された。対空ロケット砲装備のため暮れで待機していた技術者たちは入港した第17区畜隊から、 シナノの沈没を知らされ、海軍の終焉を実感している。生存した乗員たちは随行の間に救助され、広島に到着後は、機密保持のため三つご島の施設に抑留された。シナノの沈没点は、潮の岬東南東沖北緯33度06、群統計136度46分、北緯33.100度統計136.767度、 33.100136.767の地点とされる。現場の深度は6000から7000メートルと深く、探索は困難のため未だに実施されておらず、正確な沈没位置は確定されていない。与内三政海軍大臣より、品の沈没の報告を受けた昭和天皇は惜しいことをしたと述べたという。百四十五年四月七日、 棒の岬沖海戦で、戦艦、ヤマトと、第二水雷戦隊の5隻が沈没、駆逐艦、両月も、大破、帝国海軍が決行した最後の、大型水上艦による攻撃となった。それに伴い、沈没した2隻及び、空母、カツラギノは、第一航空戦隊から除かれることになる。4月20日、第二艦隊及び、第一航空戦隊は、解体された。 8月31日、戦艦4隻、空母4隻は、帝国軍艦隻から除籍された。原因建造の簡略化により十分な防水作業ができず、艦東乗員も、連動不足で内部に精通したものが皆無だった。配属されてから長いもので数ヶ月という状態では、被弾後も突然の事態に混乱し、左をするばかりで満足に、 応急処置すら実行できない状況であった。空母昇格運用庁として、三五海海戦や、南太平洋海戦で同艦の応急措置に、奔走した福地近尾大佐は、昇格処女公会と品野ぬ処女公会を退避。竣工直後の同艦でも、上院の訓練は、不十分で、防水扉の閉鎖方法すらわからず、仮に魚雷が命中していれば、 当時の昇格なら沈んだだろうと評している。大和内務士官として、館内防御を担当した士官も、春光時の大和官邸マンホールには、フグが点が約500カ所もあり、時間をかけて順次改善していったと回想。品の沈没についても、官邸マンホールに多数の欠陥があったと推定している。また、傾斜によって、左限の駐排水弁が海中から上がってしまい、 追加の注水ができなかったという推論もなされている。これには反対意見もある。その中排水についても出航前に傾斜復元テストは行われず、また電源がどの程度の振動で故障するかも不明だった。実際に排水ポンプは故障で作動しなくなっている。特貫工事による影響で、ネジ山が根元まで切られていないボルトや2トルも隙間の悪防水ハッチ。 右舷完備に命中した魚雷の衝撃で、艦首部分の甲板リベットから浸水する、さらに隔壁の機密検査が未実施など、春光とは、名ばかりの未完成艦であり、艦長の判断以前に、魚雷命中の時点で沈没が確定されていたと言って、良い惨状だった。遠来と艦長の判断が的確で、品の川の不具合に乗じる結果となった。交渉造船部長として、 大和の浸水、偽装時を監督した、庭田昭蔵は、横須賀海軍交渉が、寄水密試験を省略したことについて、可用な試験は手を抜こうと思えばできないことではないが、当事者として見れば、責任上良心的にどうしても、そのような無責任な気持ちにはならないものだ。このような地味な縁の下の力持ちのような試験作業は、実に困難であっても、完璧を着さなくては、 現場技術者としての資格はないと私は信ずるので、ありますと回想している。ヤマトも1942年6月15日竣工を予定していたが、官製本部からの要請で竣工を1941年12月16日に早めた経緯がある。牧野茂の話によると、ヤマト型戦艦は1本目の魚雷命中で戦列を離れず、2本目でも戦闘力を持続し、 三本目では、沈没することなく、基地に起還可能という方針で、浸水計算がなされており、四本目については十分な検討がなされていなかったと述べている。乗組員の訓練と完熟の不足、未完成感だったことを考慮しつつ、牧野によれば、シナノの沈没責任すべてが、防水工事の不備に基づくものであると断定するには、忍びないとしている。 摂風歌手艦の豊田義雄は、護衛駆逐艦速の問題として、第17駆逐隊司令駆逐艦の沈没と、駆逐隊司令の戦死により指揮系統が混乱しており、各艦やシナノとの連携が十分ではなかったという。会場護衛操司令部参謀の多い厚子大佐は、火の用心はあまりしないで、消防士が悪いから丸焼けにされたと恨みを言っているように聞こえて、しようがなかった。 根本的には航海計画が悪かったのだ。それは敵の潜水艦及びその魚雷の威力を侮ったことから来ていたのだと述べている。他にも敵船出没海面に3隻の駆逐艦の護衛をつけただけの夜間航海計画を立案した軍令部の責任が大きいという指摘もある。12月28日、東京で三河軍一中将の元などの沈没原因を 調査するための S 事件調査委員会が開かれた。シナノは事故ではなく敵の攻撃を受けて沈没したため、建前上は左門ではなく、調査の形が取られたが、委員会に出席したシナノの生存者は彼らを質問する軍令部や交渉関係者に対し、脆い艦を作った造船関係、機密試験も省略させて出航させた軍令部。 駆逐艦三隻だけの護衛で出港させた上層部に対する怒りを抑えられなかったという。会議の結果、責任を問われる当事者が多すぎたため、表だった処分を受けた者は誰もいなかった。S 事件の報告は、交渉工事の揃う、水密支付施向等及び環状院の復元に対する不徹底等だったという。アーチャンフィッシュの上院は、 非常に大きな空母を攻撃したことは認識していたが、撃沈の核心を持つことはできなかった。また、アメリカ軍は、B-29 からの偵察写真に、シナノが写っていたが、本艦の存在を把握しておらず、アーチャーフィッシュの報告も、半信半疑の扱いであった。上官コーバス中佐は、日本の暗号解読で判明した、シナノという艦名から、シナノ川の名を付けた。 巡洋艦改造空母を撃沈したと判断し、それで満足しろとエンライト艦長を説得している。エンライト艦長は、シナノのスケッチを提出し、28000トン空母撃沈認定をもらった。当時世界最大の空母を撃沈したと乗組員たちが知るのは戦後のことである。シナノ撃沈の功績に対して、主君部隊長がアーチャーフィッシュに与えられた。 また GHQ は NHK ラジオ第一放送、第二放送を通じて、真相は高ダの放送を開始、この中でシナノ沈没について報道した。シナノは潜水艦に撃沈された最も巨大な船である。戦後の1978年5月17日、輸送艦厚み艦上において、シナノの現地洋上遺霊祭が生存者32名。 遺族89名が参列して営まれた。シナノは、ヤマト型戦艦由来の艦隊を持つ、巨大空母であり、1961年に収益した、アメリカの原子力空母エンタープライズが登場するまで、また、戦艦を改造して建造された空母としても、史上最大の排水量を持っていたも、シナノの排水量を上回るが、基準排水量ではシナノが上。現在では、 基準排水量は、処限として使用されていない。爆弾、魚雷、航空燃料の搭載予定量は、昇格型や大砲型、運流型よりも少なく、800kg 爆弾、または 500kg 爆弾90発、250kg 爆弾468発、60kg 爆弾468発、91式 45cm 航空魚雷、 不定程度であり、中継基地空母としての運用は考慮されていない。また、爆弾は8 0 0ラムまたは5 0 0ラム5 4個、2 5 0ラム2 1 6個、6 0ラム2 1 6個、魚雷36本、航空燃料670トンとする文献もある。航空燃料は680トンとする文献もある。蒸気のシナノの全体を移した。 唯一の写真からは、対戦用の迷彩塗装らしきものが判別できる。基本色は、外弦1号色で、外弦2号色により、小船の迷彩が施されていた。喫水戦火は、赤系統とする行員の目撃証言が多い。大和型戦艦の最大幅39メートルという、船体の上に設置された飛行艦板は、最大幅40メートルであった。 幅50メートルという元乗組員による証言もある。品野改造偽装委員で冷戦で着艦実験をした小福田テルフミ少佐は、実に悠々広々とした看板で、着艦も誠に楽であったと語っている。開戦時に、加賀登場員であり、品野飛行長に任命されていた、賀敏夫少佐は、加賀より広大な品野の,の飛行看板に簡単している。 飛行甲板には20メートル MDS 鋼板の上に75メートル MNVNC 甲板を装着した。走行部分は長さ約210メートル、幅約30メートルと株の格納庫と同じ範囲に施された。その大重量を支えるために箱型の梁を作り、そこにも14ミリメートル鋼鉄を張った。日本空母として、 最初に飛行艦板を装甲化した大砲の一部が機関板だったのに対し、シナノは工事簡略化のため、全体がノコクズ入りセメント張りだった。ミッドウェイ海戦の戦訓を踏まえ、搭載機にガソリンを積む場所を飛行艦板に変更し、また爆弾、魚雷装着場所も従来の日本空母とは異なり、飛行艦板としている。このため上げ爆弾等、 用魚雷灯は格納庫を素通りして飛行艦板に直接上げる構造となった。また、走行部分の前後に設けられた航空機用エレベーターにも飛行艦板と同じく75メートル MNVNC 艦板が装着され、重量は全部昇降機が180トン、後部昇降機は110トンに達した。また、元乗員の証言によれば飛行艦板には 新開発の蛍光灯が埋め込まれていたという。シナノは戦艦として建造されていたため、空母としては十分すぎる防御設計が施されていた。空母としての再設計時における防御性能では、原則水戦防御は射距離1万メートルから放たれる20センチメートル砲弾に耐えることや、水平防御では高度4000メートルから投下される800キログラム爆弾に、 耐えることだった。また、当初の案では、飛行艦艦は8 0 0ラム爆弾の急降下爆撃に耐えることとなっていたが、艦艦の重量増加と製造能力の関係から、飛行艦艦は5 0 0ラム爆弾の急降下爆撃に耐えうるものと変更された。これらの要求を満たすため、格納庫天井に2 0ル m d s 鋼板と1 4ル m d s 鋼板を貼り合わせた。 戦艦から空母へと設計変更されたことに伴い、第115艦の推薦上限速走行は 410mm から 200mm へと減り、対巡洋艦程度の走行となった。主砲弾薬庫は、そのまま空母の広角砲弾、機銃弾、爆弾、魚雷庫へと転用された。航空機用燃料タンクは、主要部の前後にある重油タンク部分に増設された。 本来走行のない部分だったため、通常使用される 25mm に加えて解体した姉妹艦第111号艦の弾薬庫の底部 80mm 走行をタンク直上下甲板に貼った。当初はタンク周辺に空白区画を設けて2000トンの水を満たしておく設計であったが、後述する大砲爆沈時の戦訓から周囲の区画にはコンクリートを充填している。 艦艇は、磁気機,機雷や艦艇起爆魚雷への対策として、先行艦の二重艇から見え底へと強化されている。本艦では、砲塔が搭載されず、先艦級の装行も施されないために艦隊が軽くなり、喫水が1メートル上昇するため、ヤマト型と比較して、バルジの上端を1メートル下げた。その後、 本艦の設計に影響を与えた大砲が1944年6月のマリアナ沖海戦において敵潜水艦の魚雷一本の命中であっけなく爆沈したことは関係者に強い衝撃を与えた。大砲沈没の主要要因は魚雷の命中により航空機用ガソリンが艦内に漏れ出しダメージコントロールの失敗により6時間後に大爆発、大火災を起こしたことである。 そこで、応牛対策として、水仙下のバルジなど航空機用燃料タンクの周辺に数日間かけて、コンクリートを流し込み、固めた。最終的に、格子状態排水量は、初期計画の6万2千トンから6万8千トンに、増加した。結局バルジの位置変更は、無意味となり、設計者の牧野茂は、余計なことだったと述べている。また軍委長は、 臨場した造船証拠から、シナノの本当の排水量は7万6千トンと、教えられたと述べている。飛行甲板から弾薬庫に至るまで、重装甲で固めた結果、シナノの尖閣重量は、ヤマトに比べて1900トン、防御重量2800トン、偽装重量1200トン、計5 9 0 0トン増加、35万から40万、高数という工事量増加となった。 大和型戦艦の内部は地下街と表現されるほど複雑かつ広大であり、艦内伝令が自転車を使っていたという証言もあるほどである。これは同系艦であるしなのも同様だった。乗員の完熟が足りていなかったのも加わって、艦内で半日迷子になったり、行員が自分の担当現場を探すだけで一苦労したというエピソードもある。環境は右玄中央部に 煙突と一体化した大型のものが設置された。環境と煙突の一体化は、米英空母では広く採用されていたが、従来の日本海軍空母は、大型艦、小型艦問わず、肺炎が着艦の邪魔にならぬ、よう原則から突出した、湾曲のついた煙突で海面に向けて排気する、方式だった。シナノの場合、船体上部艦板と飛行艦板の間の高さが、取れず、 原則に煙突を設置することができなかったため、環境と一体化させ、上部で外側に26度傾斜した紙型排出の煙突となっている。これは大砲型航空母艦の重心低下の設計結果として、やむを得ず採用するのに先行して、改造空母である費用型航空母艦で実験的に採用したものを踏襲したものである。本艦に設置する前に、 実物大環境模型を航空学校の屋上に建造し、36機の12センチメートル、対空双環境を据え付けて、実地試験を行った。春工直前の1944年9月4日にも、防空式書装備について第一機動艦隊側の意見を聞く形で改装を行っている。福田刑事造船中場は、美的ではなかったと改装している。 21号電探と通信マストも配備された。改装時にはすでにヤマト型戦艦としての基礎が出来上がっていたため、機関配置や予定機関出力は同系艦と全く同じであった。プロペラの回転数も同じ設定であったが、ヤマト型戦艦のプロペラは直径5メートルだったのに対して、シナノのものは直径5.1メートルであり、ピッチも異なっていた。 速力もそのままの27ノットの予定だった。ヤマト型戦艦に比べて、主砲塔や核武装工を減じているが、その分飛行艦板や弾薬庫に重防御を施した結果、満載排水量は、ヤマト型7万2二千トンに対し第1 1号艦7 1千トンで、ある。正規空母としては低速であり、当時5トンを超えていた流星の発艦に不安がある、可能性が指摘されていた。 横須賀で実施された試験においてボイラー発揮のみ、稼働、20ノット程度の航行状態で、当時の風速は不明ではあるが、試電改めや流星艦上爆撃機、天山艦上攻撃機の離着陸テストに成功している。試電改めテストパイロットを務めた山本茂久隊員も、日本空母の中でも特に大型だった赤木昇格より、シナノの飛行艦板は大きく、離着艦は、 良好と証言している。この時に着艦した、自然改めは、陸上基地での運用を主体とする、極地戦闘機であり、艦上戦闘機ではなかった。日本空母として、最大の排水量の巨艦であったが、格納庫は一層のみである。建造再開時、艦中央部では、すでに中間板付近まで工事が進んでいたことに、加えて、戦況対応のための早期の竣工 煙時の配置や飛行甲板に重装甲を施したことと、また航空機の搭載数から当然の気結だった。格納庫予定位置の両側に広角砲や機銃弾の溶断等を準備されたため、格納庫面積も狭くなった。また、船体の縦強度構造からも2段は困難だった。大和型船艦の最上甲板は1番砲塔付近で、下がり2番砲塔付近で上がる。 大和坂と呼ばれた傾斜がついていたが、これを関西機の格納庫に支障ない傾斜にするための工事に手間がかかった。本館に強い影響を与えた大砲型航空母艦を含め、日本空母のほとんどは密閉式格納庫である。これに対して、本館では攻撃機搭載用の全部約125メートルは攻撃を受け火災が発生した際にはそこから熱風を、 逃し、爆弾や魚雷を投棄するため、開放式になっている。夜間の投下完成時にも、開放式全部で、機体整備が行えるように、開放部には、骨の性の車光膜を貼ってから内部で、電気照明を点灯するようになっていた。ただし、開放式格納庫の開放部分は、長さ10メートル以上の開口部が、片元一箇所ずつのみとなっており、航空機の海中投棄は、 不可能だったという。戦闘機搭載用の後部約83メートルだけ、厚さ25ミリメートルの DS 鋼を2枚重ねた、側壁による密閉式という形態となっていた。火災に対しては可能な限りの対策が施され、格納庫全域に降り注ぐ放末消火装置や、防御区画内3カ所に独立した消火ポンプを設置し、格納庫側壁の複数箇所に防御を施した。 完成式書を設けた。航空企画農庫は、従来型電灯と蛍光灯の併設、居住区は蛍光灯のみが備えられていたという証言がある。搭載機の種類や数は、原点や、その計画時期の違いからと思われる相違が、文献によってある。昭和造船士1では単に戦闘機18プラス2機、攻撃機24プラス3機、合計乗用42機、 補い用5機とある。海軍造船技術概要によると、艦上戦闘機、列風18機保養2機、艦上攻撃機、流星18機保養2機、高速偵察機、採運6機保養1機の常用42機、補い用5機、合計47機の搭載が計画されていた。航空本部の計画案では、列風25機、流星25機、採運7機とされていた。 列風1機、流星7機、彩雲7機は、甲板形式である。その後昭和19年10月19日に、航空本部が作成した空母及び搭載艦関係報告資料では、列風24機、流星17機、彩雲7機となっている。ただし列風は、開発が大幅に遅延したため、自電改めの感染型に変更される予定だった。 また格納庫72機、乾板形紙13機とする文献もある。対空火器として、12.7センチメートル、連装広角砲8揮16門、25立方ミリメートル連装機銃37機、同単装40丁の合計151丁、28連装分身砲12機を原則に装備する予定だった。3連倉基準35機、単装40丁の、 計145兆や、機銃合計140門とする文献もある。出港時ロケット砲は搭載されていなかったが、滋賀年雄少佐や神谷武久によれば、他の武装については、若干装備していたという。諏訪重寺、兵装、通信課によれば、脱出時、広角砲看板に、校射砲弾が転がっていたという。終戦直後、沈没地点は、 島半島の西南2マイルの沖合と推定されており、連合国軍最高司令官総司令部の許可さえ得られれば、引き上げは比較的容易であると考えられていた。1951年10月には、連合国軍最高司令官総司令部から、大倉省へ艦隊が返還されるとの話が持ち上がり、東海財務局が推進調査などの引き上げ準備を始めたことがあったが、 実現することはなかった。ありがとうございます。